余ったラーメン二郎を活用したいありがとう。鍋二郎研究所というんですかなるほど、ここ鍋二郎研究所だったんですね。そうです、知らなかったな。鍋二郎研究支部です。はいはいはい。ということで、先日、鍋二郎という動画を上げまして。やりましたね。はい。いや、鍋二郎ってね、いっぱい頼んじゃうから。そうなのよ。いつも以上に頼んじゃうから。いっぱい頼んだつもりが、それ以上のいっぱい来る。確かに、そうなんだよ。これぐらいいけるだろうと思ったら、なかなかあるっていうね、そんな経験をされた方も多いんじゃないでしょうか。多いと思いますよ。はい。そんな方に朗報です。はい。すするさんがいろいろアレンジしてくれます。やりましょう。ありがとう。せっかくなので。今日はちょっとじゃあスープ編ということで。そうですね。ちょっとだけスープはね、本当にちょっとだけなんだけどね。そうなんだ。まあ一応昨日も2人前作ってるからね。そうだね。まあでもあと1人前ちょっとぐらい多分残ってると思うので。うわ、いいね。いい匂いだな、おい。匂いしてるよ、これ。相変わらずだな。いいですね。いい油ですね。いいですね。はい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 。あとチャーシューもちょっと余ってるのかな。豚か。ごめん、失礼しました。豚がね。豚ってね、しっかり言ってくださって。感謝してます。ありがとうございます。豚もちょっとね。そうなんですよ。ちょっと残りがあるんで。まあこれをなんかちょっとどうにかうまいことできないかということで。米炊いちゃう。うわー、やっぱり怖い怖い怖い。米炊いちゃう、米炊いちゃおう。ミッドナイト TV 一応過去に1回やってるんです。そうなんだよね。だけどちょっとあの時やっぱ僕ら未熟だった。未熟だったよね、本当に。パサパサだったよね、なんか分からんけど、なんかパサパサだったんだよ。サフランライスみたいな。その時チャーシューはなかったかな。そうかも。ごめん、豚。そう、豚ね。間違えないでください。そうなんです。なので、今日はもうちょっと手の込んだ感じで。いいね。炊き込みご飯を。さすが。この3年ぐらいで成長したぞっていう。そうです。そこもやっぱり見ていただきたい。なるほど。ありがとうございます。そうですよ。やっぱ鍋二郎ラボもね、だいぶ進化してますんで。なるほど。はい。そっか、俺たち鍋二郎ラボだったね。そうなんですよ。鍋二郎ラボ代表取締役だったわ。そんな会社だよ。というわけで、ちょっと今日はやっていこうと思ってます。はい。よろしくお願いします。はい。さあ、というわけでね、新潟にも二郎あります。新潟のコシヒカリを。なるほど、そういうところもね。やっぱりね、ちょっとだけ思いを馳せる。まあ、秋田小町よりは、新潟コシヒカリで。間違いないです。これは間違いない。秋田店ができた時にはね、秋田小町で。あるのかな、東北もないか。仙台があるか。仙台ですね。でも北東北はないですからね。北東北って。北で東を挟むな。仙台、南東北だから。確かに東北地方ってアホだな。そうなのよ。関西もどこだよって話。西関西とか。確かにな。関西もあるでしょ、そういうの。さあ、2号をどんぐらいで。まあとりあえず普通に炊く感じで洗って。そうなんだよ。なんか水洗わないとダメって言うよね。なんでなんだろう。確かお湯でやっちゃいけないのか。なんか聞きますよね。アルゴメトリーさんに聞いてみようか。来てるけど今日そのアルゴメトリーやってくれんのか。教えてくんないかな。米を水で洗わなきゃいけない理由。衝撃の理由。まあというわけでこんな感じで米洗いましたので、一回スープ先入れてから考える。まあそうだね。スープと米ちょっと割った方がいいと思う。さすがにしょっぱくなっちゃうので。スープを使い切りたいっていうのもあるんで。それもあるか。じゃあ全投入。それで一回ちょっと一回見して。一すくいきますよ。お玉一すくい分。ドン。いやまだいけるまだ。もうちょいいけるね。2合だからね。油いいな確かに。もう結構。結構だね。ここに水かな。これじゃ残り水でいこうか。うわ、濃いぞ。やべえ。濃いかもよ。これニンニクとか入れた方がいい。炊くと。新しいけどなちょっと。ニンニク入れてみようよ。うわ、素晴らしいかも。なんなら生姜とかあってもいいんじゃないかって気もするな。炊き込みご飯ってなんか生姜入ったらうまそうじゃない？なるほどな。嘘？それはやる。マジで？いや、さすがにこういうのでよくない？やる。やる。さすがにこういうのでいいよ。どうした？やる。こういうのの時ってチューブよ大体。そこは鍋ラボ研究なんだっけ？鍋二郎なんで鍋だけなんだよ。せめて二郎ラボ研究所。二郎ラボ研究所？鍋二郎ラボ。鍋二郎研究所ラボ研究所ラボ。研究めっちゃしてんだ。まあちょっと適量入れてきます。適量ですから。入った。もう結構入ってるよ。これ結構入ってる。生姜もいくよ。なるほどね。結構入ってるよ。なるほど。なんかいいね。すごいいい匂いします。なんかいいよ。生姜ニンニクが入った二郎。いやいいですね。生姜ということは中山の要素も入れたりとか。なるほど。そういう感じで。前回パサパサあったじゃん。ちょい水ちょっと多めでもいいかも。気持ちちょっと多めでもいいかも。動くしてみる。気持ち。いやいやさすがに気持ちすぎる。オッケーいいと思う。よし炊いてみよう。オッケーじゃあこれやってみましょうか。で長押し。さあ、夜になりました。こんなスタンスなんだ。はい。夜になったことで、事件が2つ起きました。まず、米を炊いたことを忘れていたということ。こんなね、大事な二郎。何忘れてんだってことで、5時間ぐらい経ってしまいました。はい。失礼しました。そして、その間に、もう一つ事件が起きました。豚をね、半分ぐらい残ってたんですけど、気づいたらこれしか残ってないっていう。おかしいよ。誰かが食べました。こそこそやってんのよ、誰かが。うまいからって。うん、多分、今ね、この家に同居している本田くんか、もしくは、もう帰った池田くんかどちらかが食べて帰りましたね。これはこそこそやるんだよな本当に。ということでこのちっちゃいチャーシュー丼になりますが、まあメインはこの米ですから、こっちだからね。どっちかというと果たしてどんな風に炊けたのか、確かに気になりますね。ちょっとこっちからも狙いつつ、お、ちょっとオープンしてもらっていいですか。双方向から。そうですね。オープン。あ、おお。すごい。あ、でも炊き込みご飯感めっちゃある。すごいね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。うまそう。うまそうだ。うまそうだ。やってみて。硬い。めっちゃ硬いわ。うわ、硬いんだまだ。やっぱ水をもっと入れなきゃいけないのかな。あれですら。硬い硬い硬い。油も水じゃないと。そういう判定。そういうことなのかなこれやっぱ。どれぐらい持っておこうか。うわ、おこげもできてる。硬いとはいえよそってもろっていいですか。とりあえずね。でカードに。そしてこれ先ほどスラを作ってくれたガリマヨね。ガリマヨ、はい。ありがとうございました。やっぱガリマヨチャーシュー丼にガリマヨいいでしょ。いいね。はい。すするは食べる？まあまあちょっとぼちぼち一口ぐらいは。軽く。いただきたいですけども、ちなみにスラはラーメン食べてきました。その間にもちろんやらせていただきます。悲しいチャーシュー丼になっちゃったな。もっとチャーシューいっぱい乗ると思ってたんだけど、あ、チャーシューね、豚あ、豚がね、言い換え大事乗ると思ってたんだけどな。ありがとうございます。ここにねガリマヨを。はい。うわ、やばやばいよ。あ、これすごいね。アホだなこれ。ガリマヨの味しかしねえんじゃないか。大丈夫かな。そうなっちゃいそうだな。行ってみよう。ガリマヨないとこ行くよ。じゃあ一回確かにいただきますね。はい。木のね、この木の、あ、でもそんな硬くない。なんかうまくねえ。なんなら生姜効いてる。生姜いいかも。生姜ありでしたね。うまい。そんなこれの食感ほどは硬くない。そうだね、食感ほどは硬くない食感です。あ、油いいな。なあ、結局油うまい。油うま。じゃあガリマヨとチャーシューと絡めた。いや、これうまいよ。こういう感じで豚と一緒に。あ、いいじゃないこれ。いくよね。あ、やっぱ合うのね。もう結局合うのよやっぱ。あ、すごいおすすめ。ガリマヨもほんと簡単に作れるんで、ぜひやっていただきたい。すごいな、どこで覚えたんだよ。ネット見てください。ネット見ろ。ネット見てくださいよ。本当に全部載ってますから。すごい汚れのないネット見ろだったな。本当に見てほしいからやってるから。うまい。なんか意外といけるね。前より全然うまくいったやっぱ。だからやっぱニンニク合うんだな。結局そうなんだね、このスープの感じは。いや、すごいね。これは大成功じゃないですかね、鍋二郎研究所ラボ。あ、そうだった。よく覚えてた。まあね、どのご家庭もみんな悩んでると思います。鍋二郎余っちゃってどうしようって。確かに。それがあるからね。俺らはそれを救いに行こう。全主婦が悩んでるもんね。しゃっくりが入っちゃって、いや、過激なものを取り入れすぎて胃がびっくりしちゃってんだもん。びっくりしてる。全ての主婦に向けた動画になってます。いや、そうですね。これはもう本当にこれで明日からお子さんたちも満足させられるんじゃないですか。満足でしょこれ。本当に多分米にガリマヨかけるだけでうまいんだもん多分。知らん可能性あるねこれ。可能性あるから。マジガリマヨの味がさ、すごいいいのよ実は。はい、麺の方も残ってますんで。あ、そうね。まだ麺の方は冷凍してますんでまだいけるぞ。のびちゃんが来た時にまだまだ引っ張れる。そこからはすするラボ、すするラボ研究所じゃないわそのままだ。もうラボを研究しちゃったからそれに関しては。ラーメン二郎研究所ラボ第2弾第3弾として、第3弾あるかもね。これはその麺を使って何をするのか乞うご期待ということで。本当にそうですね。ぜひぜひご期待いただきたい。ありがとう博士。いや、任せてくださいよ。マジでうまいわプロフェッサー。ごそれごそれ。おはよう池田。お疲れ。昨日さ、二郎の豚がさ、すごい減ってたんだけどさ、食べたよね。え、キッチンに置いてあった二郎の豚が何者かによって切られていて、何者かが美味しくいただいてたんだよね。半分ぐらい残ってたはずなんだけど、もうね5分の1ぐらいしか残ってなかったんだけど。え、5分の 1? ぐらいしか残ってなかったから。もともとどんぐらいあったの？半分はあった。え、じゃあ2分の1引く5分の1ってこと？2分の1引く5分の1ぐらいだな。ぐらい食われたってこと？食われたってこと。食べたわなんで一回数学させたんだよやっぱ池田だったか。うまかった？めっちゃうまかった。ああ、よかった。それならよかった。それならよかった。いや本当に一切れと思ったんだけど止まんなかった。止まんなかった。ああ、まあ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 、うまかったならよかった。